的に法の乾杯って何、まあ、でもバーナーこれ新しくなっちゃって可愛くなってるんですね。リンヤ君のおすすめの炭酸割りということで、はい、これ僕ちょっと編み出しちゃったんですよ。編み出しちゃった。これちょっと一回ぜひやってもらいたい。おう、いいっすか、作り方紹介しても。お願いします。じゃあまずね、このエクスプロテインシェーカーを用意してください。お手元には、お、え、それもう水入ってるんですか？入ってる、入れたよ。いや、ちょっとそれを一旦入れすぎなんで。え、こう、それちょっとダメっすね。マジか。100から150ぐらいのところっす。OK、減らすわ。しっかり、しっかり、いい飲みっぷりだ。OK、OK。まあ、入れて150ですね。100から150の間ぐらい。うん。ちょっと入れすぎたな。で、ここまで入れたら、これをまあ、規定量の2杯。このバーナーね。入れてください。これ、少量で、まあ、俺は結構、これぐらいの感じで、いつも2杯ぐらい。練習前、練習後、どれぐらいかで、どこかで絶対飲んでるっすね。これ2杯。お願いします。いや、もうマジで、UFC は、速攻で契約取ります。さすが。マジで。これ、いつか、マジでいつか我々で作りたくね。これマジでやりたいっすよ。やっぱもう何事故った事故った大丈夫か。事故った事故った明らかに顔忘れてるから。何したっすか。炭酸で溢れた。炭酸で振ったっすか。スタッフさんごめん、びっちょびちょにしました。最高、最高。 OK、混ざったよ。混ざったっすか。これぐらいのめっちゃ濃いのができるんですよ。うん、ここに炭酸水を炭酸が抜けないように、あの、美味しいハイボール作るときみたいなイメージでこう沿わして400ぐらいまで入れてください。こういう感じ。ほうほうほう、これぐらいかな。だいたい、だいたいでいいんす、こんなのは。オッケー、これでできましたが、これが美味しいんす。レク君トレーニング後なんで、まあ、お疲れ様。おっす、おっす、おっす。ありがとうございます。乾杯。乾杯。うー、仕上がってる。やべえ、うめえ、うめえ、うまいっすね。酔えるわ。トレーニング後方法的に酔えるし、ええ、まあでもこれ BCAA とバーナーって書いてあるけど、まあ主にデキストリンと BCA なんで、もう俺はもうワークアウト中にめちゃめちゃ使ってるっす。一番優秀。うん、
ンくんとリュウツさんみたいにさ中村凛也、リクプロデュースみたいなまあちょうどいいんじゃないですか、このアランさんのこのイケてる枠と、うん、このリュウトさんのこのかっこいいというかいかついというか、うんうん、枠で僕がはいバランス取っていきましょう、はい、かっこいいな、かっこいいですよね、これかっこいいな、なんないと思うけどプロテインとかに関してはもう多分その朝食の代わりとかにもなっちゃうからね、うん、そういう感じで使ってる人も結構いるし、うん、でも作るとかでもどういうの作りたいとかあるっすか？いやでもできるだけ高タンパクであってほしいよね、確かに、うん、いや作りたいな、もうめちゃめちゃこだわって作りたいんですよね、もう世界的に。でもね今このアラン君とビュースさんのこの映ってるやつ、これチョコ味なんだけど、成分これすごいわ、成分一食で116キロカロリーでタンパク 25.5、 めちゃくちゃ優秀で、脂質も0.9 で1グラム切ってて、炭水化物も 1.72 切ってるから、めちゃくちゃ優秀っすね、優秀すぎる。でこれめっちゃうまいじゃん、それボディメイクっすよね、そうで EAA も入ってて、うん、それいいな、いやこれすごいわ、それ超えるの作れっかな、ねもう味で勝負するしかない、味で勝負っすねこれは。いやでももしこれだったら普通に牛乳で多分割ってもいけるぐらいだから、美味しいっすそれ、うん、あとエクスファイトそのオンラインショップもやってるんで、うん、あの東京だったりとか、まあ、そのジム近辺にお住まいでない方も、はい、遠方にお住まいの方も全然気軽に手に入れることはできるよっていうところありますので、なるほど、ぜひともあのご安心くださいということなんですけれども、だから期間限定でポップシールってこれのことですか？そうね、なるほどなるほど、このかわいい、うん、限定でついてます。あとは中目黒にあるトライブステーションとかでも買えるみたいなんで、 あそこでも売ってるんだ、うん、エクスファイトの下のセブンにも売ってますね、すごいよね、俺びっくりしたんだけど、あれ見た、あれびっくりした、どうやってこう巻き込んだんだこれみたいな、セブンって、ね、普通にシェイカーも置いてあったしね侵略しようとしてるっす、ね、すごいわ、いやこれマジで優秀だなこれ知らなかったんですか、あんま、いや いただいてさ、まあ飲んでたんだけど、はい、そこまで細かくさ、はいはいはい、はい、あの成分まで見てなくて、今改めて見たら、改めて見るけどすごいわ、やばいっすよねそれ、ボディメイクはね、ちゃんとアスリートでも体真剣に作ってる人でも、うん、全然 OK だと思うす。しかもめっちゃ溶けやすいね、それ。うん、溶けやすい。ダマになんないから。溶けやすくて美味しいから。うん。うん、ということで、ちょっともうちょっとさ、試合の話聞きたいんだけどさ。あ、マジですか。はいはい、はい、どうだった、まあその、なんだ、日本じゃなくてさ、海外に行ってさ。はい、うん。戦うっていうところではさ、その、まあ、空気とかさ、空気、匂い、はい、あと飯、まあ原料あったからあれだけど、飯とかさ、全部がちょっとやっぱさ、慣れない状況じゃない。確かに。はい。だからなんかこう、肉体とこう精神のこのバランスとの取るのはちょっとやっぱ難しかったの？まあ、そうっすね。日本で試合するのとは、また、やっぱりさっき言ったように匂いも違うし、常に聞こえてくる音も違うし、うん、舞台の広さも違うっていう意味で、やっぱ自分の中で集中してるからいつもと一緒とは思ってたけど、うん、ケージに向かうときはやっぱちょっと違う振動が体の中走ってたというか、いつもより大きいガーっていうような
あ、この感じ、なんかレスリングで世界選手権行った時とかとそっくりだなとは思う。だからまあ逆に、うん、その経験があったから、あ、このタイプの感じね、振動ね、はい、みたいな。いや、すごいわ。やっぱね、世界を、あの、フィールドが違うというと世界っていうさ、はい、景色を見てきてる男やっぱ違うな。なんかまあそのいろいろ感じるものあっただろうけど、俺は映像で見てたけど、はい、の入場の時もなんか落ち着いてるなっていう風には感じたんだよね。顔を見た時に、はい。うん。だからなんかこう、しっかりこう、浮き足立つことなく、しっかり地に足がついた状態でリングインして、すごい研ぎ澄まされてる感じがあったから、なんか変な心配はしなかったっていうか、いやでもめっちゃ まあその経験がほんとでかくて、うん、UFC 行く前にあのプレッシャーであの舞台であの相手とできたってことがもう UFC に行くための準備を完璧に整えてくれたっていう感じですかね。なるほどね。うん、いやだから、あの経験なかったらもうちょい震えちゃってたから。いやーでもね、ちょっとあれはね、かっこよすぎたな。いやーありがとうございます。かっこよすぎて、その、あと、うちらあれ、静岡でライブだったんだけど、はい。鬼気合入ってる。マジっすか。爆発してたっすか。爆発してた。いやでも格闘技で与えたいもんってそういう日々の活力だったりするからめっちゃ嬉しいっす、うん、そこはでも俺らも一緒だ。絶対そこを届けてまた再会するまでお互い頑張ろうねっつって、うん、約束して、そうそうそう。いやだってもう近くでリク君の努力とかその合間でジムで、まあ本当はスケジュール空いた時もジムでトレーニングしてるとことか見てるから、うん、それやっぱ俺も同い年だし、うん、ここまでやるかとはもう常に思ってるっすけど、まあ、負けらんねえなみたいな、うん、まあ、いい意味で刺激もくれてますね。本当にありがたいです。よかった、マジで。またちょっとなんかその次戦もあったりとか大変だけど、はい、あのエターナル2も発表されたからさ、また舞台見に来てよ。いやーね、聖なる月の覚悟があらんことをつってやりますよ。いやー、まあでもまた厳しい稽古が待ってるってことっすね。あの、いや昨日から、あ、昨日スタートしたっすか。あったんだけど、またちょっとあの、良くも悪くも嫌な予感しかせん。まあ、絶対最後はいい方に振っちゃうから、それはもう。まあ、でもまあ、やるからにはもう本当にね、あの、去年と今年の言い方、ミュージカルの経験を生かしながら、しっかりね、レンブラントやっていこうかなと思うけど、まあ、台本見る限り、100億パーセントで手首死亡案件というか、マジか。マイク持てなくなんないようにしてくださいよ、それ。もうね、ガチガチにここ鍛えていくしかないわ、逆に。リストを強くして、どんどんアーティストの手じゃなくなっていく。やばいよ、もうなんかさ、ゴツゴツしちゃって。もう、サンドバッグやって、ミットやって、剣振ってたら、もうそれはただのもう格闘家ですからね。いやー、もうちょっとね、新たな自分も見せていけるように頑張らないといけないと、はい、思うんですけども。そうっすね。そんなことよりも、リンヤ君の、これまだまだ続くこのロードトゥ UFC の挑戦なんですよ、メインは。話したいのは、はい、はい、はい、
まあ、まあ、次戦は、ハンドストームにも出られてた。そうです。風間選手。風間選手か。そうですね。プロ選手同士の試合が間で3つあったと思うんですけど、その中の2試合目に出てて、まあ、その時は飛び膝蹴りで、失神系を負けしちゃったんですけど、うん。その前8連勝しててっていうところで、やっぱ実績はある選手なんで。あれだよね、あれ、庄司くんの。そうです、そうです。はい、相手ね。斎藤庄司の相手で、まあなんかそれ以前の成績がやっぱ評価されて、今回ロードトゥー UFC にエントリー してて、で彼も1回戦勝って、うん、勝ったもん同士でこう UFC 出場をかけて戦うっていうことになりそうですね。うんうんうん、はい。いやまあどちらもこう風間選手もなんか寝技がすごい上手な選手だもんね。はい、寝技がめちゃめちゃうまくて、うん、まあその、まあ本当日本トップレベルの寝技師で、うん、だから僕のレスリングを使うと風間くんの土俵になるというか、立ち技スターとして、だからこういろんな準備はしないとダメですよね、もう、うんうんうん、でも UFC 行くと本当そういうレベルのグラップラーがいっぱいいたりするんで。うん、まあでもその中でも風間選手はトップクラスの技術あるから、ここをクリアして UFC 行けば、うん、もうすごいいいリハーサルにはなりますね。いやすごいわ本当に、もうかっこよすぎるぜマジで。リク君充実もやったりしてたっすもんね。そう初めまして、ね、去年の年末から始めました、はい。でまだね、でもちょっと仕事の合間でしかないから、あんまりね、たくさん練習はできてないんだけど、うん、あの、まあ、これ言ったら、あれかもしれない。最後にね、あの、スパーリングをするわけですよ。あの、寝技だけ。はい。だから実践形式の。そうそう、殴ったりは絶対しないんだけど、その時に、先生と組む、スパーリングをする時があって、はいはいはい。あと3センチ頭こっちにずらしてたら、俺三角取れたのよ。マジか。マジっすか。うん、で、先生に、いや、リクさん、あともうちょっとこっちでしたよとか言われて。へぇ。決まりきらないままタイムアップになったんだけど。おぉ。それは、めちゃめちゃ。それはありえないですからね、普通。普通ありえないですからね。どんだけ真剣にこう普段格闘技見てもらって、なんかこう考えてくれてるのかっていうところが、まあ、多分動きにつながってると思うっす。いや、やっぱさ、正直すごい立ち技が好きだったからさ、はい、キックとかばっか見ちゃってたけど、はい、ドリンクズ、ファーストシーズン始まって、そのサポーターみたいな感じで参加することになって、はい、で、競技は MMA だから、はい、MMA めっちゃ見た。いや、ほんとそうだ。そうだそうだ。一時期、めっちゃ MMA 見てくれてたっすね。そうてか、今も思ったけど。だってさ、なんだっけ、1回目の終わって、ちょっとこう、スケジュール的に余裕あるときさ、うちでさ、なんかさ、それこそさ、エクストラのトレーナーチームのさ、あの昔の伝説の試合とかさ、みんなに見たよね。見てたっすね。見てたっすね。ウケるなぁ。いや、でも、もう、だって、もう全然、はい、アマの試合とかガンガン見たいもんなぁ。いや、ディズニーライトで、ちょっと、エキシビションマッチぐらいやってもらって。やってみてよ、マジで。自分ってどれくらい戦えるんだろうみたいな。なんかさ、そういうのをやるとさ、よりこうまあドリーマーだったりとか、まあリア君たち、はい、どれだけこうすごいことをやってるっていうか、こう、はい、日々が変わってる、はい、ゆえのその成果なのかっていうのはさ、絶対なんか俺らなりに伝えられるのかなとか思うからさ、うん、
いや、もう本当にこの今見てくださってる約1200人ぐらいかなの皆さんにはぜひともね、これから中村凛也の躍進はですね、さらなる進化をですね、目に焼き付けていただきたいなというふうに思っております。ありがとうございます。はい。でも本当夢が近くなってきてるんで、あれよあれよという間に、どんどん、まあ、りくくんもそうですけど、一緒にね、ガンガン叶えていきたいですね。俺もちょっと、もっともっとアーティストとして幅広げれるように、はい。頑張らなきゃなというふうにはね、もう本当にリア君の姿を見ていつも思っているので。切磋琢磨しましょいう。や。まあ僕も次の準決やばい、音が。一緒ファイトシリーズなんで、ガンはい。ガン次の準決勝、9月か10月にあるんで、それまで強くなります。ぜひ。まあ僕のおすすめの炭酸割りぜひやってみてください。ぜひ。そしたらはい。皆さん、これ、ぜひさ、炭酸割りして、マーシャルアーツの、お お願いします。あと僕のツイッターとインスタグラム、フォローしていただければ嬉しいです。頑張ります。ぜひ皆さん、リア君の応援をよろしくお願いいたします。お願いします。はい。ということでですね、この夏は始まっておりますから、皆さんもぜひこのサプリを飲んでですね、体づくり、イケてる体、自分史上最高の体をぜひ使っていただけたやらっと。てください。はい。お願いします。まあ、これぐらいまでは行ってもろうて。はい。皆さんよろしくお願いします。ということで、はい。僕も皆さんストーリー載せてたら、ちょっと随時チェックしようかなというふうに思っておりますので、おっす、おっす。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。じゃあ、この辺で次の、はい。バリまで。一旦バイバイとはいうい、ことで。一旦、はい、そうですね。はい。じゃあ、一旦閉めます。この辺おい。で。ありがとうございました。ありがとう。うっす。